どうもおはようございます。藤夏健でございます。さあ今日はですね、視聴者さんから勧められたゲームやっていくシリーズということで、ただいま逃亡中というゲームをやっていきたいと思います。どっかね、なんかテレビで見たことあるなみたいなね、あのあれかなみたいなね、そんな感じのゲームなんですけど、ちょっとやっていきたいと思います。まだちょっと、あーもうルール完全にあれですねあれとまるっきり一緒でした。はい、ということでございまして、ちょっと操作まだ分かってないですけれども、前行くと前、後ろには行けなさそうですね。右押すと、マスクダッシュ、ん？ちょっと操作がまだ分かってないですね。ロックオン警告。まあ、ハンターに見つかるとやばいぞと。まあ、あれですね。もう、逃亡中に似た、まあ、パクリのね、テレビ番組ありますけどね。それですよね。はい。まあ、このゲームからあっちが生まれた可能性はありますんでね。ちょっと待って、もう全然ルールわからん。いや、ごめん、ルールはわかる。ルールはびっくりするほどわかるわ。なんだったら、僕ね、まあ、このゲームとは何の関係もないですけど、逃走中ってね、面白い番組がありまして、あれのね、本物のタレントさんじゃなくて、まあ売れてない人たちを集めてテストをやったりするんですよね。それのエキストラでね、僕行ったことがあるんで、あの番組ね、ものすごい知ってるんですよ。なんだったらあのスペシャルで放送される前に、ああいうギミックあるよねっていうのを知って番組見たりしてたんで、そういったねバイトみたいなこともやってたんです。なのでね、このゲームはもう得意です。ただだいたいわかった。前にしか進めねえ。あ、横には進めないですね。前にしか進めなくて、このダッシュとマップの意味はちょっとまだよく分かってないですけど、左押すと、まあ、なんでしょう、くるってこう、画面が回って、前押すとそっちの方向に進むよと。つまりこいつ前にしか進めないっていう、もうクソ仕様ですね。こんなアナログスティックにしてる意味がね、もう本当にボタンでいい。ボタンで左、前とか、それでいいわ。全然前にしか進まないから、アナログスティックの意味がとりあえずないですね。あ、ハンターが放出された。やべえ、完全にあれですね。とりあえず今ハンター二人っすね。あ、一応なんか上の方、残り時間の下にちょっと出ますね。あ、でも見つかったくせ。見つかったくせ。しかし逃げる。これ逃げるときどうなの？ハンターの足の速さどうなの？ちょっと後ろを見たい。バックミラーとか欲しいですね。マリオカードみたいにね。バックミラー欲しいところです。これ家の中ってどうなんだ？入れないですね。ララライみたいに言いましたけど、入れないですね。あと2分。お、これ余裕なんじゃない？まあ、一面だからチュートリアルみたいなところありますけども、とりあえず、まあ、今ハンター3体ということで全員遠いですね。まだ僕には気づいてないですね。気づいてないっていうか、もう愚かですよね、ハンターってね。うん。なんか機械的な動きしますしね。ちょっと壁、やべえ、ハンター来たけど、ちょっと待って、これ前向いてるとき、ハンターの方見ながら、ちょっと待って、これエイム力低すぎやろ、これ。ちょっと、もう、マジで。全然さ、ダッシュボタン別に押しゃいいのか。押したらダッシュしたはいいけど、ダッシュ時間超絶短かったよ、今。ちょろちょろちょろって、ほんと、3マス4マス分ダッシュはしたけど、それで終わりますね。やばい、結構ハンター増えてきましたね。4方向、4人いるんで、これ向こう見てるよね。向こうに行ってるよね。オッケー。とりあえずストーキングですね。ストーキングザハンターですね。ちょっとね、逃亡中というよりはストーキングザハンターですね。とりあえずハンターの動きをひたすら見る。これ大事ですね。ハンターの動きを見ながら、もう5人おるからな。これ結構きついぞ。どうだ。もう。ハンターが見えないから、今、前に歩きながら横見たいのよ。荒野行動見習い、このゲーム。見つかってる！なんか見つかった。ダッシュ！ダッシュ！よしよし。すぐダッシュ切れるけど、負けましたね。オッケー。負ける。全然負ける。全然ハンター陸上部の感じじゃないですね。そう、ここだけの話。あの番組のハンターって全員陸上部なんですよ。だから早いんですよ。マジ早いっすよ。マジ早いっすからね、ハンター。僕結構足早い自信あったんですけど、両親体育教師なんで、結構ね、足早い自信あるんですけど、見た目ひょろいんですけどね。意外と足早い自信あるけど、ハンターには全然勝てなかったですね。ハンタークソ早いです。マジで陸上部の国体レベルの超絶速い人ばっかり揃えてるんですよ、あれ。だから速いんですよ、あれ。でも逃げ切ったっぽい。 You win! いいですね。めっちゃ金もらった。15万円ゲット。素晴らしい。逃走成功ボーナスで10万。あね、広告が入るんですね。ちなみにこのゲームちゃんとダウンロードしてやったんですけど、クソゲーかと思いきやね、割とちゃんとしたソーシャルゲームだったんでね、いじるところもないし、お蔵入りしてます。ちょっと待って、おい、ステージアンロック高すぎやろ、これ。え？
10万もらえた。10万もらえるけど、これ50万やから、ちょっと広告見るわ、これ。えい、30秒、見ました。さあ、2倍になって、今35万、いや、高え。500万設定かよ。普通、一回こう、逃走成功したら、なんかアンロックするぐらいの感じにしてほしかったな。さあ、ちょっと、もろもろシステムが分かってないので、ちょっといろいろ見ていきましょう。ねえか、また同じのやるのきついな。さあ、コントローラー選べんのか。これのがいい。絶対これのがいいじゃん。もう、アナログスティックである意味がなかったからね。左に倒して左移動って書いてあるけど、移動じゃなかったよね。結局、マップがグイーンって回るだけだったから、カニ歩きとかができないんですよね。なので、ちょっともう、前だけを見る、このゲーム。まあ、そこが不便なところが、また面白かったりしますからね。よっしゃ、じゃあちょっと逃げ切ったんぜ。よし、それでは。またさっきね、僕逃げ切ってるステージなんで、まあ大丈夫だと思うんですけど、さあ、で、ハンターが、この時間から放出されるんですね。ここからが勝負。で、マップ押したら、あ、マップ見れる。これ超絶いいじゃん。なんだよ、もうほんと、ストーキングザハンターが超やりやすいですね、これだとね。で、この辺でまたマップを見る、ハンターは、全然気づいてないですね。わかりやすい。あ、マップがあると、これすごい、戦略ってほどでもないですけど、まあまあまあ、ハンターがどこにいるかわかるんで、やりやすいっちゃやりやすいですね。で、まあまあまあ、アナログスティックより圧倒的にこの方がやりやすい。それはもう間違いないですね。進むボタンで1マス前に進む、右へ左左で、まあ画面視点切り替えって感じですかね。全然悪くない。よし、とりあえずここにずっといよう。ここにいて、マップ見ながら、ちょっとハンターをちょっとまあね、監視するみたいな、そんな感じですよね。オッケー。ただこのマップの中にハンターがいねえ時のこのチャチさね、この画面のチャチさね。まあ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 、もうちょいマップ作れたんじゃないって感じはするんですけどね。このチャチさがまたいいですよね。テトリスかよって思うよね、ちょっとね。一瞬テトリスかなって。おーし、ハンター来た。ハンター来たんで逆サイに逃げる。さあ、そして、ハンターこっちに来てない。オッケー。まあ、こんな感じですね。とりあえずハンターから逃げるゲームなんで、見つからないようにしとくのが一番ですね。ほいで、あ、またハンター来ましたね。ハンターが来る。さあ、どっちに来るんだい？どっちに来るんだい？さあ、ちょっと来そうなんで、ちょっと一歩ね、一歩後ろに下がるっていうのが結構大変だ。結構こっち来てんな。この木だからもう見つかってても全然おかしくないですけど、全然見つかんないですね。よし、逃げろ。逆サイの角まで、逆サイの角まで行っとけば大丈夫。さあ、こいつらね、2回角を曲がって、視界の中にいなかったら、追いかけないというルールがあるんですよ。そういうのもね、その逃走中の方のエキストラをやったから知っている情報。ハンターってね、追っかけるんですよ。一回見つけたら追っかけるんですよ。追っかけるけど2階角、なんか建物の角とかを回って、2階曲がったところで視界の中にいなかったらもう追っかけてこないんですよ。また通常の歩行状態に戻るんで、そのルールをちゃんとこのゲームがパクってくれていればですね、これはもう大丈夫ですね。ぐるぐる同じところ回るだけで巻くっていうのがハンターの一番効率のいい巻き方なんですよ。はい、なので視界にいる間はね、とことん追ってきますから、あいつらマジで足早いんで、追っかけられるとね、もう捕まりますんでね、持久力も結構ありますから、彼らはね。ちょっと危ないけれども、ちょっと危ない。いや、蚊がいる、もう蚊がいる。ちょっとなんで、こういう、ちょっと危ねえ時に蚊来んな、もう、プーンって言うな、もう、うるさい。もう逃げろ。危ない。よし、これだ。よし、大丈夫くせ。よし、もうあと10秒。よし、10秒逃げろ。よし、10秒逃げろ。よし、オッケー。もう余裕ですね、これはね。あー、オッケー。こっちに来なかったんで、余裕でした。もう、これはもう、マスターオブザ逃亡中ですよね。はい、ということで、まあ、ギャラもらえました。さあ、これで50万超えたんで、ちょっと次のステージ見ていきましょうかね。次のステージがどんなもんか。まあ、やっぱ気になりますよね、皆さんもね。どんなエリアになってくるのか。まあ、一面だけで言うと、これクソゲー極まりないんで、何回評価求めてくんだよ。とりあえず、ステージ2を見てから、ちょっとね、判断したいと思います。さあ、ステージ2になると、残り時間4分ですね。さっきより1分長いですね。よし、これを逃げ切って終わりたいと思います。さあ、もうマジで、
マスターオブ逃走中なんで、あ、逃亡中なんで、もうこれはもう余裕っすわ。これはもうこっち側に逃げといて、もう見つからずに、そして、チェック。オッケー、来てない。よし、これはもう本当にただ逃げるだけのゲーム。お、1秒、え、ちょっと待って、1秒何円かって増えてくんだっけ？逃走中ってそうだっけ？ちょっとわからんけど、今1秒200円ですね。いや、秒給200円ですよ。これはもう破滅的な時給ですよね。時給換算するとね。3600倍になるんで、すごいですね。うん、まあまあ7万円ぐらいですか。時給換算で言うと現状7万円ぐらい。てか、ね、やっぱりあの序盤は暇ですね。あのハンター来ないんで、ハンターの数がそんなに多くないと近くにそんなに来ないから、ほんで多分マップ今回アンロックされたことによってちょっと広くなってる説はありますね。あ、こっち来るな。これは来るんで、ちょっとか影に隠れて、あー一人来るけど、もう一人は向こうに行ってるからなんとかなる。よし、逃げろ。後ろに行くのが若干不便っていうね。これだけはちょっとあの操作のイライラか。あ、もう1分経ってる。1分って早いね。余裕っすね。あとさ、あー見つかってる。左か、あ、出てきたばっかりのハンターだこれ。新米ハンターに、あー逃げろ、ダッシュ。これ意外と負けるな。ハンターがなんかあんまり足速くない設定かもしれないですね。さあ2回角を曲がるっていうことなんで、ぐるぐる同じところを回ればね。そしてここ障害物も結構多いんで、あの遮蔽物っていうんですか、相手のあのハンターの視界を遮るものが結構あるから、さあどっちか来てる、うこっちじゃない、もうちょっとハンターを目視できない。あー、ほら普通に直線でなんか逃げられそうっすもんね。ハンターよりあのプレイヤーの方が早いんじゃねこれ。なので、まだ全然余裕ですね。はい、余裕です。あと、あ、もう半分ですからね。あ、もう見つかる。意外と見つかるペースが早い。なんだ、視力良くねえか。でも大丈夫ですね。はい、全然大丈夫。4人ぐらいならもう余裕っすわ。よし。とりあえず、ちょっとぐるぐる。あー、いるなー。4人結構固まっているなー。さあ、残り2分。逃げるぞ。これは逃げるぞ、マジで。あ、1秒700円になってる。そして1秒350円にランクダウン。なんで？何が起こった？なぜ1秒の価値が下がるんだろうか。なんか減ました俺。800円になった、800円になった。あ、見つかってる時って、あー、見つかってる時金倍になるっぽい。だから、あえて見つかりながら逃げ続けた方が、金貯まるぞっていう、そういうクソシステムですね。なるほど。全然それを聞いて面白いと思えない。素晴らしいですね。なんじゃそのシステム。あー、やべえ。これ結構囲まれてんぞ。やばい。これはちょっとマジ逃げモード。マジ逃げモードしとかないと、これはちょっと危ないんで、ちょっと角から角に逃げる。これが大事ですね。挟まれたら終わるんですけど、まあ、とりあえず角から角に逃げるですね。中央危なすぎますよね。よし。とりあえずここで時間が過ぎるのを待ちましょう。あと1分。お、あと1分じゃん。もう余裕じゃん。よし、オッケー。あのハンターが多分こっちが来そうだから、この壁に隠れとく。そうしてまだ見つかってない。ただやばい、そっちか来てんな。そっちからやべえの来てるから、ちょっと逃げろ。よし、時給じゃない、秒給900円。すごいぞ、コンビニバイトぐらいの秒給がもらえている。あ、コンビニバイトはあの時給だけどね。コンビニバイトの時給ぐらいの秒給がもらえている。1秒でも多く逃げるんだ。1秒でも多く逃げろ。とりあえずちょっと壁際が危ない。壁際が危ない。もう結構、いや、またハンター来るんかい。残りさ、あー、ハンターおるけど向こう気づいてない。あ、でもハンターだらけ。やばい。あと20秒、あとにももうそいつぶっちぎれ。逃げろ。あー、やべえ、間違えた、ボタン間違えた。ダッシュとマップ間違えた。よし、逃げろ。あー、ハンターいる。やばい、あと10。おー、逃げろ。よし、巻いてるっぽい。これはいける。あー、逃げろ。やばい、気づかれた。こっち、あー、こっちにも。あー、おー、セーフー。来たー。あと2秒ぐらいあったら多分やられてましたね。とりあえず逃げ切りました。おっともなー、全然広告と違うからね。今の褒めるとかいうのないからね。まあ、やってみたけど、一番奥までやってないから、最後の最後までいったらって褒めるとかあるかもしれないけど、ないからね。あれはもう、広告詐欺とまでは言わんけど、でもそれですよね。あ、てか、高次。ちょっと待って、ね、100万すんのかよ、次のアンロック。あ、でもダッシュのレベルをちょっと上げたりとか、そういうシステムすごい面白いですね。そういった育成の要素とかあるゲームってね、やっぱりすごく面白いんでね。これおすすめなんで、皆さんぜひともですね、ただいま逃亡中、遊んでみていただきたいと思います。ということで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。面白いと思った方、チャンネル登録お願いします。